はい、こんにちは。お家で盛り付けの仕方とか困った時にちょっと役に立ててください。今回ちょっと綺麗に盛り付けしてみたいと思います。材料はこんな感じです。盛り付けのコツは対角線上に盛り付けしてみたりだとか、あとなるべく空間を残してみたりだとか、そうすると綺麗に盛り付けてきます。で、かぼちゃもちょっと大きかったら半分に切ってみる。で、ちょっと高く盛り付けしてみたりだとか、ちょっと難しいかもしれんけど、あと大きかったらちょっと切ってみたり。こんな感じです。よかったら参考にしてみてください。